あー、北沢チュロンで兄貴会いたかったな。ありがとう。体験の人、運転自信ある？あー、自信あるぜ。兄貴だぞ。俺は兄貴だぞ。兄貴もう蹴ってくれ頼む。やだよ、押し付け合いやめろ。やだよ、ほぼ今ヘリ飛ぶかもよ。期待させんじゃねえよ、なんかやろ。あれ様の位置です、これ。え、はい、誰誰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 そう、今日は警察再建できれば最終日を迎えてと思って。そうなんざるすね。起きたわけよ。今日結構警察いるからできそうざるすね。なんか人、なんかな、やっぱ、まあ、今9人ぐらいか。あ、でも頑張るざるすよ、兄貴。わ、ありがとな。俺がこの国の平和を守ってやっからよ。わかけざるす、兄貴。だからだ、お前は今何してんだ、これ。あ、何もしてないざるす、暇してるんだ。お前いつも暇してんな、お前な。そんな褒めるんだったら褒めすぎたか。確かに褒めすぎた。じゃあ行ってくるぜ、ありがとな。ザルス、またそうぜ。バイバイザルス。バイバイザルス。今日は警察の服に着替えてもらって、基本的には一人行動というか自立した行動でお願いしたいと思います。いいのか。じゃあ、はい、大丈夫です。よし。お、体験の銀河一兄貴、このフリーカ銀行を対応しに行くぜ。お願いします。じゃあ研究するぞ。なー、何やってんだー。あ、どうもー。解放してもらおうか、人質が。解放条件はなんだ。解放条件聞かせてもらおうか。え、体験の人、運転自信ある？あー、自信あるぜ。兄貴だぞ。俺は兄貴だぞ。兄貴と対マンって言ったら怒る？あー、なるほどね。つまりアタックはいつでもしていいってことかい。あ、そう、アタックはいつでもしていい。おー、でも来てもらった2人にも悪いしな。兄貴、いいのか。兄貴、実績ですよ、これで捕まえたら。そうそうそう、確かに今回一人行動だから実績がねえとよ。体験で1対1でよし、レースで勝った男。いいだろう。頑張って。頑張れ兄貴、絶対に捕まえるんだ。任せておけ。頑張って。この車か。おー、ありがとな。ごめんね、お姉さんたち。じゃあ兄貴、頑張れ兄貴。おいおい、任せろ任せろ。この車取りなさい。ちょっとあれだな、兄貴。なんだ、運転うまそうだな。それ俺は車だけは自信あるぞ。兄貴、クリスマスに何してんの？クリスマスにお前たちの相手してんじゃねえかよ。もっとクリスマス楽しんだ方がいいんじゃない？確かに。いや、でも俺は今楽しいぞ。待て、ピーポピーポ鳴らして。あ、ごめんごめん、ありがとう。あ、座れ座れ。そう、親切な犯人め。よし。いやー、なかなかやるじゃねえか。ここ。うわー、荒れてんな、この道。ちょっと、間違えちゃった。間違えちゃった。間違えちゃった。間違えちゃったな。待ちなさい。あ、どこ行った？あった。うわ、どっちだ。うわ、左っぽい。この消え方は逆っぽかったな。いや、見失ったかな、これは。いやー、そこ左右ミスったな。離れすぎた。5070フリーカゴート、ロストだ。すばれ。いやー、これ高級住宅街はさすがだな。で、アタック、あれだね。強く当たりたいね。もっと。頼もう。お、レノンじゃねえか？車の修理頼めるか？おい、ちょっと待ってな、兄貴。兄貴、体験中？そうだ、体験。おそらく最終日だな。兄貴、どうだい？調子いい？警察。いやー、おもろいぞ。だがちょっとな、まだまだ捕まえれねえな。捕まえれんか。あー、犯罪者とも、なかなか腕が立ち上がる。エース練習とかせんとねえ。いや、そうなんだよ。今も別れちまったとこよ。いつでも練習付き合うよ。ところでよ、街中でチーズするにあたって、今これジャグラー乗ってんだけど、コメットの方がいいかな。いやー、難しいところだけど、コメットは乗り慣れたら、まあジャグラーより強いんだけど。理論上最強ってさな。コメットに乗った方がいいですよ。あ、その方がいいか。コメットが犯罪者の言うこと聞いてんな。一番強いか。俺犯罪者なんですけど。今犯罪者か。元警察だったんですよ。あ、そうなのか。そうです。コメットが一番強いです。
アタックするときにあまり強く当たらなくてよ。あー、でも運転うまくいい警察の人今なかなかいないんですよ。おー、そうなのか。で、兄貴さんがうまくなればまず最強っすよ、コメット。実際でも犯罪者の言うことだけど、コメット乗り慣れたら何の車でも乗れる。早い代わりにピーキーって話だよな、あいつな。そう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 。いや、何回か乗ったけど分かるぜ、その感覚は。ちなみにアタックするときって、はい、俺後輪こづいて滑らせるような当たり方しちゃってたんだけどよ。あ、まあうまいっすね。実際それでもまだ走られちまうじゃねえか。それなんかエンジンぶっ壊しに行くべきなのか。まあ、できるときはニトロアタックが一番強くて、ただできないタイミングとかもあるじゃないですか。そうだな、そうだな。相手が速度を出してるとちょっとこづいて進行方向反らすとか、うん、まあそうだよな、それで壁にぶつけるみたいな。壁にぶつけて、そうそう、エンジン壊すとか、はい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 、が一番理想っすね。よし、やってみるぜ。運転、いやー、ちょっと練習中だけどまだまだだぜ。喋ってるレベルが高いな、ちょっとありがとうな、楽しみだ。みんな大変そうだから、ちょっと見てくるぜ。ありがとうな、手の字。頑張って。おう、ありがとうな。今なんか大変なんすか。あ、なんかでも、いや、犯罪者には教えらんねえや。あ、飛行場か、頑張ってください。飛行場全部わかるやん。 OK です。今俺は人質いんのか。見てるから大丈夫。人質おるぞ。俺は体験の銀河医者に来た。体験の人来たの。ああそうだ、ああ助けてみせよう。体験なんだけど、鉱石強盗の作法がわからねえ。作法がえ、とりあえず大体の人たちはそこで手を両手を上に上げて重たい。両手上だけど、ああ、そうだ、それそれだ、それだ、それだ。人質に手を出さないでくれ、頼むぜ。いいだろう、お前がおとなしくしてるんだったら俺だって。お、人質には手を出さない。ああそうか、話せばわかるじゃねえかよ。ちなみに言っとくからな、今日強盗2回目だからな。おお、さっきは捕まらなかったのか。初心者が初心者に教えてるんだと思って。なんで体験の子が来たんだ、そういえば。今どの方どうしたんだ。先輩たちはてんやわんやだ。てんやわんやでも、ああ、てんやわんやの時に俺はこんなことやっちまったのか。そうだ。で、なんか俺がこれ、マークがよくわかんなくてよ、誰かの味方が倒れたのかなと思ってきたら、犯罪起こってるよマークだったみたいな。あ、なるほどな。悪かった、申し訳ない。あ、いやいや、もうお前、そんなお前、もう犯罪者が気にするようなことじゃねえ、気にするな。僕の人もめっちゃいるね。ああ、任してくれ、絶対に助けてみせる。いやいやいや、こんにちは。おっと、キャップ。やばい、あー、どうも。やばい、やばい、やばい。こいつが人質がいますよ。あー、そいつが人質か。逆にありがとな。おい、人質の相手を測るな、やめろ。キャップ、人質の重さを測るんじゃない、やめろ。そう、天秤にかけたらその辺の宝石よりの宝石の方が価値が重いぜ。そんなことはねえだろ、絶対に。兄、久しぶり。久しぶりじゃねえか、キャップ。人質ボタモンかよ。そうよ、キャップ、助けて。あの人質知ってる。ね、あ、髪切るより勝ちないぜ。髪切るより勝ちないか。やめたれよ、おい。そうだか、なんで俺は手挙げてたんだ。じゃあ、いいぜ、あげなくて。武器構えていいぜ。武器構えるのやめろ、おい。やめてくれ。まあ、上官が言うから仕方ねえ。なんなら犯罪者大丈夫ですか。あなたの方が不憫に見えてきたぜ。俺は不憫に見えてきたんだ。ああ、一生ボタモン、その人を解放しろ。ボタモン側がもう捉えてるもんだな。全部ちゃんと取れた、ちゃんと綺麗に取れたかもしれない。兄貴、あれ知らないでしょ、あのボタモンって人。いや、初めて見たぜ。あれ、なんか初めまして、済ましとく。勝手になんかセクシーを売りに来てる営業の妖怪だぜ。セクシーの押し売りはどこの人。セクシーの押し売りの妖怪って何。で、条件は。条件は聞かせてもらおう。ああ、そうだな。体験の子はいいのかい、できるのかい。何でもできるぞ、任せろ。あ、できるぜ、何でも。ああ、何でもだ。体験の子と対マンでどうだ。あ、いいっすよ、俺はボタモンと対マンする。拳なんでよ。別にあれだよ、兄貴と対マンするだけだって。ボタモン加工しなくてもいいよ。いや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 、貸してくれよ。俺が見てくれなきゃいけないでしょ。持ってってくれ、頼む。やだよ、押し付け合いやめろ。やだよ、やだよ、押し付け合いはやめろ。よし、スタート。鍵頑張れ。あよ、銀河ちゃんに宝石強盗の対応中。まあ、仲良く、これ最初は仲良く走ろうじゃん。すまねえ、ダウン大丈夫か。すまねえ、ダウンかと思ったら、あの俺が通知見誤って、あの宝石強盗だったらしい。はいはい、オッケーオッケー。あー、すまねえ、宝石強盗の方はもう39分だ。対応済みですか。現在対応中、チェイス中だ。了解、応援いります。もうタイマンをご所望だったので、俺が相手するぜ。わかりました、ありがとう。頑張ってください。始まんのか。始まったな。始まったぜ。始まったな。絶対に逃がさねえぞ。
押すな押すな。はい、行けた。押すんじゃない。現在まだ終えているぞ。得点だ。よし。手伝おう。兄貴、回すんだ。だよね。ほら、やめろ。今6125当たりしてる。6125当たり。あ、しまったー。すまねー。頑張れー。壁にはまって動けない。ロストです。助け行くわ。しゃー。いい感じだったのに。いや、ちょっと無線に気取られちゃったな。キャップ助けてー。キャップ無線入ってる。アイゲーすまねえキャップ。いいよ、しょうがない。逃がしちまった。安全なんだけど、これなんかもしあれだったら俺運ぶけど、こんな方がいいか。キャップまでとか。ありがとうよ。アタックもできたんだけど、なかなかとどめが差し切れねえぜ。いやいや、しょうがないしょうがない。よく頑張ったよ。俺も俺回収してくよ、これ。本所まで行こうか。あ、すまねえ。ちょっとコネットに変えるか悩むぜ。今のジャグラ？ジャグラだな。あー、ジャグラーはね、安定すんだけど、コメットの方が瞬発力あるからね。そうなんだよ、なんかここぞのアタック力に欠けている気がしてよ。それはそうだね、コメットは安定はしないけど、アタック強いからね、めちゃくちゃ。やっぱそうなんだ、自分のミスで結局いつかお釈迦になるんだったら、ミスるまでに潰しきりて。俺はコメットを選ぶぜ。好きだな。でもあれだよ、ミスっても全然いいからね。ああ、ありがとうな。いや、俺捕まえたことあんまないからわかんないんだけど。そうか。アイキ、警察板についてきてるね。ああ、ありがとうな。今日はいよいよ一人でやっていいって言われてよ。あ、いいね。え、大型も行っていいの、アイキは今日。あ、大型も行っていいと言われてるぞ。もう好きに動けと。これもう来たね。ほぼあれだよ。ほぼあれか。ほぼゴーの悪かもよ。いや、そう。バカ野郎、キャップ期待させんじゃねえよ、バカ野郎。俺でダメだったら気まずいやつだな。めっちゃ気まずいぞ、本当に。ダメだったら所長に電話して、嘘で3連打当てたって言ってやる。オッケー、じゃあ行ってくるぜ。オッケー、行ってらっしゃい。ありがとうな、キャップ、何から何まで。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。コメントも待ってます。